内臓を外していきますと。パサパサになってしまうので、なんで熱いうちに。こちらですね、アジの南蛮漬けということで、豆アジ使ってね、南蛮漬けの作り方を紹介しようかと思いました。南蛮漬けをね、作るときは最初に、南蛮酢と、呼ばれるね、この漬け込むお酢を作ります。で、なんでこれ最初にお酢作るのかというと、南蛮漬けってね、こいつを揚げて熱いうちに、お酢に漬け込むので、なので先にね、この南蛮酢ができていないと、熱々のうちに漬け込むことができないので、先に南蛮酢を作ります。で、南蛮酢っていうのはね、イメージとしては、三杯酢に近いお酢っていう感じですかね。だしとお酢と、あと薄口醤油と、みりんとという、ちょっと甘めの、だしの効いたお酢というイメージですかね。これ人によってはかつおだしで作るんですけれど、今回は昆布だしですね。水で昆布を戻して、そこにお酢とみりんを加えて、一煮立ちさせると。で、お醤油はね、これ香り付け程度に、しょっぱくならない程度にね、加えて味を整えてくださいと。ふつふつしてきたら、昆布をね、取り除いて、で、一煮立ちさせて、で、このね、浮いてきたアクをすくって、あとは冷ますだけと。ここでね、あまり沸かしすぎるとお酢がね、飛んじゃって全然酸味のない南蛮酢になるので、この辺の加減がね、ちょっと難しいところではあるのかなと思いますかね。基本的には南蛮酢というのは、ここにね、ネギだとか唐辛子を加えるんですけれど、それをやるとね、結構手間が増えてしまうので、今回は、先にこのお酢だけ作って、ネギと唐辛子は後から加えるという作り方をしますと。で、これはね、余熱を取る程度に冷ましておいてって形ですかね。で、豆味のね、処理は比較的簡単でして、これ取っても取らなくてもいいんですけれど、一応ね、口当たりが気になるようでしたら、このね、まずはゼイゴを取り外します。これゼイゴは外しても外さなくてもどっちでも大丈夫ですね。このね、結局ゼイゴを外したところで、この骨ごとね、食べる料理ですんで、ゼイゴを外すぐらいだったらね、骨を取った方が食感は気にならないなんて意見もあるかと思うので、このね、ゼイゴに関しては、取っても取らなくてもと。で、ちなみにね、これ豆アジっていうのは、アジの子供、ちっちゃいアジのことを豆アジと呼んでいるだけでして、豆アジという種類のアジがいるわけではなくて、単純にね、ちっちゃいアジ。だからこれが大きくなれば、普通のアジになったりすると。アジっていうのはね、結構呼び名がいろいろあって、関アジだとか、金華アジだとか、ああいったね、ブランドアジも、全てね、同じ種類の魚で、産地によってね、そのブランド付けでね、この海域でこれぐらいの大きさだとか、何パーセント以上脂が乗っているものとか、その漁港のね、アジのブランディングとして関アジとか金華アジとか、そういう名前が付けられて流通しているだけで、基本的にはね、同じ種類の、魚ではありますかね。シマアジってね、よく聞くと思うんですけれど、シマアジっていうのは、全く別の種類の、魚と。このゼイゴが取れたら、今度はこのね、エラとこのカマ骨とね、内臓を外していきますと。でね、これはね、手でこんな感じでね、引っ張れば簡単に外れるので、で、この内臓を取り出しますと。
まあ、こういった形ですね。外さないなんて方もいると思うんですけれど、まあ、まず外した方がいいと思っていて、まあ、理由はね、基本的にね、このかま骨、かま骨がね、骨の中でも比較的硬いので、まあ、このかま骨を外すだけで随分と食べやすくなるという点と、まあ、あとこのね、まあ、内臓ってね、まあ、どうしても苦味があったり、あと雑菌が繁殖しやすかったりで、まあ、なるべくならね、食べない方がいいと思っているので、まあ、僕はね、ここのかま骨と、まあ、エラと内臓等をね、外してから作っていますかね。まあ、これね、お腹がね、こう裂けるんで、どうしても見た目はね、悪くなるんですけれど、豆味というのはこうやって食べるもんだと思ってね、ここのお腹の部分はこういった感じでね、取り外してしまっていますかね。まあ、だからね、本当に丁寧にやるならね、これ一個一個鱗だけ外して、まあ、内臓を抜いてってやった方が見た目は綺麗かもしれないですよね。かま骨と、エラと内臓とが外せたら、ここをね、綺麗に洗っていきますと。内臓が洗えたら、まあ、水気をね、ペーパーでしっかりと拭き取ってくださいと。まあ、これはね、単純に揚げ物をするので、水気が残ってるとね、バチ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 跳ねるんで危ないと。まあ、こっからね、アジを揚げていくんですけれど、これね、先にこの野菜を焼いて南蛮酢に漬け込んだ場合は、先にね、アジを揚げればいいんですけれど、まあ、今回はこれね、焼かずに、まあ、ネギだとかあとは唐辛子、この辺をね揚げて、でこの揚げたネギと唐辛子をこちらね、お酢に漬け込んで、でその油でこのね、アジを揚げたいと思っているので、先にね、この野菜を揚げますと。で、まあ、ここからね、このネギと唐辛子を揚げていくんですけれど、まあ、これね、揚げる温度はね、熱すぎず冷たすぎずと、まあ、150度とかそのぐらいで、こういった感じでね、ふつふつとこの野菜から、泡が立つぐらいの温度で揚げて、まあ、このね、油にネギだとかこの唐辛子の香りを移すといったイメージですかね。まあ、でね、このね、唐辛子とか、まあ、ししとうとかを揚げるときはこれね、穴を開けておかないと、この揚げてる最中に結構破裂するんで、まあ、そこだけね、危ないので穴を開けておいてくださいと。南蛮っていうね、名前がつく料理は意外と多くて、チキン南蛮とかね、鴨南蛮、カレー南蛮、あとはこの南蛮漬け。この南蛮ってどういう意味なんだって言いますと、これはね、まあ、南蛮貿易に由来していて、だからスペインとかポルトガルとかあっちの方から入ってきた料理という意味が強くて、で、まあ、向こうの料理にね、この唐辛子だとかネギを使った料理が多かったので、まあ、南蛮っていうね、名前がつく料理にはネギだとか唐辛子が入っています。大方火が入ったらネギにも唐辛子にも火が入ったら、まあ、これね、一旦ペーパーにとって油を切って、これを、先ほどのね、お酢に漬け込みます。チキン南蛮っていうとタルタルソースがついてるイメージがあるかと思うんですけれど、これね、多分地域性の問題で、僕の周りでね、チキン南蛮っていうと基本的にはね、あのふわふわの衣の鶏の唐揚げに甘酢、だからこれ南蛮酢ですよね、南蛮酢がついた料理っていうイメージが強くて、だからあのタルタルソースがついたあのチキン南蛮、あれはね、まあ、おそらく宮崎の郷土料理というか、まあ、ちょっとね、その時代とともに語源とのズレが出てきたような感じだと思うんですけれど、
ただ基本的には南蛮とつく料理には、まあ、このねネギと唐辛子が入っているという認識で良いのではないかと思いますんで、でこういった形でねネギと唐辛子を、はい、揚げてお酢に漬け込んだら、今度ね、この油を使って、こちらのアジを揚げていきます。でまあアジをね揚げるときは、まあ、片栗粉を全体にまぶして、このねお腹の中にもしっかりと粉を打って、最後ちょっとね、まあ、こんな感じで余計な粉を落としてから揚げていきます。ではこの時のね温度はだいたい170度前後、あんまり熱すぎるとねこれ結局骨ごと食べるので、骨にまでしっかり火を入れたいんですけれど、この温度が高いと骨に火が入る前に身がねパサパサになってしまうので、熱すぎない温度でゆっくりゆっくりと中まで火を入れていくといったイメージですかね。まあ今で揚げてね5分ぐらい経つんですけれど、まあこのね全体にさっくりと、まあ、外側がね硬くなってきたら、一度ね油から揚げます。まあこのままでもね食べられるといえば食べられるんですけれど、ここでね、まあ、一旦ね3分ぐらい置いて、で、もう一度2度揚げして、それからこちらのね、南蛮酢にアジを漬け込みますと。まあ、なんで2度揚げするのかというと、これどうしてもね、まあ、表面と内側に温度差があるんで、このね今表面はサクサクでも結局ね中にはまだまだ水分が残っているんで、まあ、ここでね、5分前後寝かせることで、このね中の水分がある程度表面に浮いてくるので、最後2度揚げすることでね、その中に残って抜けきらなかった水分を、抜くと、まあ5分ほど経ちましたので、そうしたら、2度揚げしていきます。まあ2度揚げするときはね多少温度は高めでも構わないので、まあ、だからだいたいね2度揚げのときは180度前後を目安に揚げたら良いのかなと。まあ2度揚げしてね、このだいぶ音がねカラカラっとした音になって、まあ、この出てくるね泡の量も少なくなりだしたら、中までしっかりと火が入っているはずですんで、そうしたら、油からね揚げて、これを、熱いうちに南蛮酢に漬け込みます。まあこれね、なんで熱いうちに南蛮酢に漬け込むのかというと、熱いうちにつけた方がこの味の染み込みが早いんですよね。このねお酢をしっかりと骨まで回すために、熱いうちに、南蛮酢に漬け込むと、お酢につけたら、まあ、大体ね半日から一晩寝かせれば完成と。まあ、お酢につけるとどうしてもねこのサクサクの食感はなくなってしまうんですけれど、お酢はねカルシウムを溶かす効果があるんで、だからまあお酢につけておくことでね、このアジの硬い骨が気にならないぐらい柔らかくなって、まあ、気持ちよく魚を食べることができますよと。で、これね一晩経ったら、まあ、味がね十分染みているかと思いますので、あとは盛り付けて食べるだけと。盛り付けは毎度のことながら、お好きなように盛り付けてお好きなようにお召し上がりくださいと。なんか良さげな器と、良さげな食材とで彩りをつけながら盛り付ければいいんではないかと思いますので、これだけでも十分美味しいんですけれど、まあこのねこういう漬け込んだ料理というのはどうしてもねアジもネギも唐辛子も同じような味になりやすいと、まあ同じね字につけてるって当然なんですけど、どうしてもねこの食べ飽きてくるので、そういう時はねこういった薬味を添えてちょっと雰囲気を変えると意外とね食べてて飽きない料理
あるのかなと思うので、まあ、今回はねこれ生姜っすね。生姜を添えて、まあちょっとね箸休めじゃないですけど、味に飽きた時にね生姜を多めにして食べたりしたら飽きずに最後まで食べられるんじゃないかなと思いますので、だからこれお好みでねすだちとかねそういった柑橘類添えてもいいですし、あとはね長ネギ白髪ネギみたくして添えてもいいですし、と香りだとか食感だとかを加えてあげると料理というのまとまりやすいのかななんて思ったりしますかね。はい、ということで本日は、アジの南蛮漬けの作り方でございました。とはい、以上です。